早速ね、今月もイベントがありますね。超ごまが終わってやっと一息ついたというところに来ましたね。イベントがそう、オセロニア学園ですね。この私立オセロニア学園、そう間違えた、私立オセロニア学園なんですけど、これね、俺ね結構持ってないキャラいっぱいいるのだからね、嬉しいんですよ。なんかね毎回ねある程度引くんですけど、なかなかね英語版も結構持ってないし、 S ももちろん持ってないしね、オセロニア学園っての俺の端末結構抜けてんのよ。だからね今回それを揃えていきたいなと思ったんですけど、超ごま引きすぎてね、かけらがね見てもらうと分かるんですけど98個しかないんですよ。だからとりあえず20連だけ今回引いていこうと思うんですが、まあキャラ紹介ね、結構ね持ってないコマもいるんですが、今回まあ新ごまとして6匹追加されてます。まあ順番にねざっくりと解説していきますが、まあ解説っていうか紹介ですね。詳しい解説見たやつはね毎回毎回言いますけど、他の YouTuber をね見に行っていただければと思います。では早速ね俺流のざっくり解説、はい、まずねオーディ、ステータスは高いで十分2700超えてるんで HP で、スキルがリーダー条件で、盤面に置いた時に、相手のキャラ5枚1体につき最大 HP の 3% で最大で 17% ってことは、6匹ないと 17% になんねえのか、最大で相手のキャラがってことは、メルベイルとかウィブサニア対面だと強いんですけど、ただねこれリーダー条件がついてるんでね、俺最初 S8 入れようかなと思ったんですけど、ちょっとリーダー条件ついてるんでまあいいかなと思います。コンボスキルがねコンヨルス150、うん、しかも 70% 以下、うん、うーんって感じですね。まあいずれ10日が来て化けるかもしれないんで、当ててたもそうはないですけど、実際当たっても使わんかなこいつは。はい、で次フレデリカがまずスキルがね、脱毛ってことで線吸収しつつ、相手の通常か特殊を受けた時に通常と特殊を110返すってことで、まあ結構強いんじゃないかな普通に。でコンボスキルがリベンジで 50% 直前の、しかもダメージの 50% なんで、通常攻撃とか特殊攻撃とかじゃないんでね、普通に強いですけど、まあ、リベンジデッキ自体がねまだちょっと発展途上なんで何とも言えませんが、強い方ではあると思う。リベンジが今後活躍するんであればありじゃないですかね、フレデリカで。このティポーンがね結構巷で下がれてるんですけど、2ターンね HP600 回復して1000円っていうことでね、1000円って呼ぶのかなこれで、外周マスを火炎中2ターンってことで、まああれですね、キンベルはね威圧ですけど、威圧がね600回復に変わったバージョンみたいな感じです。ただコンボスキルがね下級ってことで、まあ、こいつは結構使いやすいんじゃないですかね、火炎使いとしては。俺は火炎使いじゃないから知らんけど火炎の駒ね俺ね結構たくさん持ってるんですよ、まあ、結構揃ってるの割に火炎を全然使わないっていうね。多分俺ほとんどの火炎やつ持ってるんだわ。だからねこいつもねできれば取っときいつか火炎使う時に向けてね取っときたいですね、ティポン。でこのクーシーね、1ターン800ダメージ800特殊と特殊と火炎ダメージ 75% にする、 25% カットか。でコンボスキルが1500、コマの総数10枚以上で、でステータスが多数と1700ってことで、まあ強いね結構。カップ戦とかで輝きそうですけど、普段のシーズンマッチで入るかどうかって言ったら微妙かなと思います。はい、クルエル、あ実はねこいつだけね、さっきね実は12時になった瞬間に単発で1回だけ引いたのよ、かけら1個で引けるやつで出たんですよ。こいつは出ましたさっき言っとくわ、こいつは出て2ターン700ダメージで、コンボスキルがマグマ 1枚につき1200、 1.2 倍で最大 1.7 倍ってことで、まあ、マナグリの罠をね回避する役ですね、罠剥がし役クレール。まあ悪くはないですけど、まあ別にいらんかな、無理には。マナグリ自体がまだちょっと微妙なんでね、もうちょっと。でもね今ね新しくねマナグリキャラとかも増えて、マナグリの時代がもしかしたら来るかもしれないんで、こいつ取っててもいいと思います。俺当たったんでもういいですけどでこのリシェルね、こいつは欲しいね。コンバートデッキの時に発動できる混合デッキで、ね、で表になってる間 10% から 25% で上昇して、で HP が減少するほど効果が最終的に 23-4% までいくのか、ギリギリまで HP 減らされれば。置き型のバフですね、しかもこれ永続なんでね、永続はいいね、序盤においてもね後半使えるんでちゃんと。しかも 10% は確実に保証されてるんで、まあ悪くないで、コンボスキルもね 20% ずつ上昇で、これが 60% だったらよかったな。
50% までしかいかないのはちょっと残念ですが、まあ十分妥協点としてはいいんじゃないですか。ただね、俺的にコンバートはねフルアタッカー理論なんで、こいつは俺のコンバートのスタメンには入れたくはないんですけれども、例えばコスト180とかで英語もたくさん入れなくちゃいけない時には1枚入れてもいいかなと思うんで、ぜひとも1枚欲しいですね、このリジェル。というわけでこの6体が追加されてるんですけど、それ以外にもね、まずチャトルムカ持ってません。でこのまま行って、てか今のね10日解放されたやつね、あと大凶証拠も消去も持ってない俺は。でね、ここにあるかな、ここにいるか、ちょっと待って、あれここにいないじゃん。これアズリエルが欲しいのよ。でもアズリエル入ってなさそうですね、この中に。アズが欲しかったんですけど、まあいいや、いなくね、アズリエル。あれあとね、あいつ持ってない、英語マのアラジンと、こいつフェリタプティ持ってないんで、この辺狙ってってもいいんじゃないですかね。結構ね今回持ってない駒が多いんで、普通にパッとガチャ引いていこうと思うんですけど、うわー、アズリエルいねえの、いてえな、ここに。なんでいないね、ここにアズリエル入ってるとかないか早速ねやっていこうと思います。まずこのチケット、全員もらえたこの10連チケット、なんならこれでティポーンとか出たらねもうね嬉しいんだよ。20連は引けるんですけど、チケットプラス20連引いていこうと思います。まずチケットからね、これでエース出たらねもう十分なのよ。これでエース出てほしい、来いよ。うわー、英語まで、でもこれで英語をコンプすれば OK。 とりあえずね、前の出なかった英語間とかも含めて A をなるべく回収していきたいんで止まってください。いやー、クルエルじゃんクルエルじゃん、お前こいつは持ってんのよ、なんか嫌な感じしたんだよな、かぶっていくスタイル。じゃあ20連引いていきましょう。でもしこれで20連出なかったら、白の塔がねもうちょっとで多分始まるんで、白の塔クリアして30連引こうかなと思いますが、とりあえず20連ね OK。 わざわざねちょっとこれに関してはかけらを追加してまで引こうかなとは思ってないんですが、まあ、英語はコンプできればいいかなぐらいの気持ちでやっていきますわ今回はね。なんでちょっと軽めですね。あー、音もならん。ちょっとさ、もうちょっとさエキサイティングさせてくれや。英語はいっぱい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 、止まれ、まず止まれ、 OK。 はい、目標は回収した OK ですね。とりあえずこいつが出ただけでも OK です。俺コンバード使いとしてこいつだけは絶対当てときたかったんで、まあ、できればあとね、なんだっけ、あいつも欲しいですけど、クーシーも欲しいですが、うん、でもこれで英語間1匹は確定なんでね、これでクーシー出てくれてもいいよ。なんならね2周連でもう揃えれば、そんで虹が入らない。じゃあ俺左手の中指で引こうかな。今回ちょっとテンション低めかもしれないですけど、まあ、今回は英語間メインなんで俺の中では。うわー、ちょっと待って、何にもエスじゃないんだけど、これはさひどくない。まあでもね、まあいいでしょう、これでクーシーが出れば。あ、こいつは持ってなかったんだ。あ、クーシー揃った、エゴマ。なんとも言えませんが、まあまあエゴマコンプできたんで、とりあえずあとはね白の塔がクリアしたらもう10連ぐらい引いてもいいかなと思いますが、なんか不完全燃焼だな、なんか、うん、でも、まあ、これで終わります今回は。で、次回に備えて、次回っていうかね、白の塔に備えて、あとはねちょっと蓄えておきますわ。白の塔クリアしたら、白の塔クリアしたら多分ね S 角まで引けると思うんで、まあ、今回ねあと後半ってことで S 角まで引けたらいいなと思う、白の塔クリアしてね。てなわけで、まあ今回すごいね中途半端なガチャ動画になってしまいましたが、皆さん申し訳ございませんがこんなところで終わりたいと思います。じゃあお前ら最後にチャンネル登録